ソーリーホンダっていうのもね、ちょっと僕的にはビジョンが全く分かんないんですけど、イメージがどっちも使わないキャラなのでっていうのもありますが、どんな感じになるんでしょうかね。さあ開幕、まずはコーディドカンピーさんの方が石を投げて距離取っている。そしてホンダのシータイプさんは突き合わせに行きましたね。さあハッハが画面でずっと響く。大剣できっちり合わせていく。このね、本当にホンダの火力もさながらなんですけども、箱をセリア当てて大パンからクリーンアウト、スカッシュに合わせてくる EX 続き、クラッカー出るんだけども、木攻めは100巻で拒否。1本目は C タイプ3ホンダ、2戦目ですね、あ2本目ですね。石投げてね、そこにフェイクをしながらってことで、ね、ドグランピーさんの方がゲージは持ってるんですけども、なかなかそれをなんですけども、先ほどの1戦目 FUP さんにワンチャンからの一気にガツッとピオリまで持ってくっていうのあの連携がありますからね。さあじっくり待っている。さあ打ち合わせをしたかのようにじっくりとお互い待っている。どうしたんですかねこれ、一瞬静止画かと思いましたねさあ動き始めましたね。さあ100巻がそこで動く、垂直を置いている。セリーが当たるんだけども、投げはしっかりと垂直ジャンプで避けてますね。さあ大ケアっていうのは悪投げがここで通っていきますね。さあハンマーフックもね2発打ってきましたね。ジャック続きで1回距離を解くんですけども、 EX 続きセリーは当たらない。